調和を司る神コスモス、混沌を司る神カオス、戦いを運命づけられた二柱の神、その調和と混沌の力は決して混ざり合うことなく、世界は果てしなく続く闘争のための舞台となり、安定と崩壊の狭間を漂い続けていた。終わりなき戦いが刻まれていく世界、物語もまたその中で終わることなく繰り返されていた。しかし、ここまであちら側の方がいらしたのですわね。無謀にも一人で敵陣へと足を踏み入れる、その勇気だけは認めて差し上げましょう。けれど勝ち目のない戦いなどするだけ無駄ですわ。震えながら物陰に身を隠していれば私も見逃してあげられましたのに。うん、貴様に用はない。無駄な戦いを終えるため俺はここに来た。傍観者に未来はない。ええ、未来は力ずくで奪い取るものですわ。主を守るは貴様一人か。ええ、いかにも。笑わせてくれる。力なき者はおとなしく立ち去れ。宿女に対する紳士の言葉とはとても思えませんわね。引く気はないということか。同じセリフをお返しいたしますわ。そうか、貴様が魔導士。よかろう、ならば容赦はしない。さあ構えろ。消滅を覚悟するがいい。ようござんす。全力でかかっていらっしゃい。けれど、あなたは消滅程度で済まされませんことよ。さあ、鬱陶しいその鎧ごと完全に焼き尽くして差し上げましょう。まったく不愉快ですわ。カオスの愚か者どもにこんな神聖な場所まで攻め込まれるだなんて。
それにしてもあの小娘、見回りなどと言って一体どこまで何を見回りに行ったのやら。わーい、戻ったぞー。わー、サントットのおばさん、博士、留守番ご苦労さん。やっと言葉に気をつけられるようになりましたのね。ところでプリッシュ、今日はどちらを見回ってらしたんですの？そりゃもちろん、ここの聖域の周りはしっかり。まあよくおっしゃいますこと。あなたが見回っているにもかかわらず、つい先ほどここには来客がありましたのよ。こんな狭い場所で侵入者にも気づかないだなんて、なんとも不思議ですこと。質問を変えますわ。今日は一体どのあたりを冒険されていたんですの？いいこと、プリッシュ。私の最終魔法の研究が終わるまでに成果が上げられないようならば、覚悟なさいな。残りのカオスの者どもごと、あなたも私の魔法で消し飛ばして差し上げますわ。って、お待ちなさい！そんなに怒るなって！次ん時はなんか土産を持ち帰ってやるから、楽しみに待ってろよ！はっきりさせておきますわ。今度サボったら、承知しませんことよ。ああ、もう、この世界もちょっと飽きてきたな。見たことねえのは、カオスのやつの住処ぐらいだぜ。この気配、なんだ？敵じゃねえの？と言って味方って感じでもね。わけでもねえよな。お前の顔見たことねえぞ。コスモス、どっちにも属してねえやつなんて、モーグリぐらいしか見たことねえけど。これは一体あの戦士は？なんだ、誰かと思えばガーランドのおっさんか。何ブツブツ言ってんだ。コスモスの戦士か。貴様の手に負える代物ではない。怪我をしたくなければすぐにここを立ち去れ。何言ってやがる。突然現れて人の見つけたもんを横取りしようって腹か。悪いけど俺の命もかかってるんだ。こいつを連れて帰らないと俺もお前もやられるぜ。何を意味のわからんことを。仕方がない、力ずくで追い払うまでよ。おーい、戻ったぞー。コスモス、あら、お早いお帰りですこと。ん？そちらのぼんやりさんはどちら様ですの？なあコスモス、あんたの力でこいつを俺たちの仲間にできるよな。彼を、ですか？でも、彼は一体？途中で拾ったとしか言いようがないんだよな。でもこいつ、カオスの奴らにも狙われてるんだ。別に俺たちはこいつを取って食おうとは思わねえが、あいつらじゃ話が違ってくるだろ？ですが。少し気が弱そうですけれど、戦力としては期待できそうね。よろしいんじゃないかしら、コスモス。呼ばれてもいないのに突然現れた存在、面白い研究材料にもなりそうです。なあコスモス、仲間にしてやってくれよ。その今からまた捨てに行くってのもさ、行き倒れにさせんのも気の毒だろ。
あなた自身はどうなのです？あなたは？わかりました。彼ならばきっと私たちに力を貸してくれるはず。戦士よ、あなたの力を調和の神のもと、この世界を守るためにどうか。私の力が何かの役に立つなら。なあお前、全然昔の記憶とかはないんだよな。ああ、だが不都合はない。戦えさえすれば私にも存在する意義はある。生意気なこと言いやがって。そんなのは人じゃなくたってできるじゃねえか。私には今まで生きてきたという証が何もない。それでも私は人なのか。人だろ、毎日生きてんじゃねえか。記憶がなけりゃ人じゃねえとでも言うつもりか。覚えたもんは忘れることだってあるんだぜ。そんなもん証でもなんでもねえ。なあ、お前は確かに過去が空っぽだ。でも今それを少しずつ不安に感じ始めてる。それがお前が生きてるって証なんだぜ。俺もお前も博士たちもみんなそうだ。不安になって、でもそれを乗り越えて強くなって、そうやって強くなってくこと、それが俺たちが生きてるって証なんだ。乗り越える痛みは強さとして心に残る。それがあれば記憶なんかなくたって人は自分を信じて生きていけるのさ。まあそれにな、一応言っとくけど、この世界で記憶の存在なんか頼っても意味ねえんだぞ。でもまあ記憶がないのは不安だよな。自分がどこの誰だか。お前そういえば名前なかったな。俺としたことがすっかり忘れてた。まあここでつけたってそのうち忘れるんだろうけど。あ、コスモスにでも言っときゃいいか。そうだな。よっしゃ、うん、決めた。はっ、おお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 お